どのようなお立場でいらっしゃいましたか？はい、自由民主党総裁特別補佐という立場で参拝をいたしました。総裁から預かったお言葉を教えていただけますか？はい、令和の新しい時代を迎え、改めて我が国の平和と繁栄が祖国のために命を捧げた英霊のご英霊のおかげであると感謝と敬意を表しますということです。また確認ですが、玉串料に書かれていたお名前を教えていただけますか？はい、安倍晋三と書かれておりました。こちら私費でしょうか？はい、そのように伺っております。これから先はですね、本当に戦争を知らない世代が日本の政治の中枢に立つことになります。常に恐れを持って、そして二度と過ちを繰り返さない、その信念でしっかりと国を導いていきたいと思います。ありがとうございます。